湯本駅は、福島県岩き市上磐湯本町天皇先にある、東日本旅客鉄道常磐線の駅である。事務官コードは42万1132。単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、合計2面3線のホームを持つ、地上駅。下り線ホームには、足湯と手湯がある。泉駅が管理し、JR 東日本ステーションサービスが受託する。 業務委託駅。緑の窓口、スイカ対応自動改札機、指定席券売機が設置されている。2015年3月29日に改良工事が完成し新装開業した。エコステモデル駅として温泉熱を用いた暖房設備が導入されている。また、発光ダイオードによる照明や太陽光発電設備の導入がなされ、内装は地元産の木材とし、 環境との調和が図られている。2階にはギャラリーが設けられ、地域の魅力を発信する場として利用できるようになっている。また下り線ホームには足湯が設けられている。湯本第一中学校の生徒による手作りの木製駅名標がホーム柱に設置されている。主な駅弁は下記の通り。JR 東日本によると、 2020年度の1日平均乗車人員は1483人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。岩木市が発足するまで、旧常番市の代表駅だった。かつて周囲には常磐丹田が広がっていた。新常番交通が運行する、路線バスが発着する、注車区店。ありがとうございます。